よし、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。またお久しぶりですけど、今日のレビューはまたソルトパンだけど、今日はもともとオリジナルスタイル、フェローコンセプスの、なんだかな、ソルトパンの。フェローコンセプスは、カナダの会社ですけど、すごく上等の便利なやつに作られます。これはもともと古いの版ですけど、新しいのはフェローのプレートキャリアばかりに使えるですから、これは古いのパックけど、今の、クライの ABS に使ってる、それはそのままで使えるは、そのモーリーのストラップで使えないといけないんですけど、ゼッパーが入っています。それのゼッパーはどうでしたのかな、まあ、僕がわかるから、すぐに説明します。じゃあとりあえず取りましょう。じゃあ、このパネルってさ、このゼッパーは、さっきのグレイゴスギアの会社から、アダプターのゼッパー、それは古いの LBT のスタイルのプレートキャリーにちょっとつけて、その SMC のプレートキャリーが超使いやすい。でも残りのゼッパーは、このフェローのパネルに使ったらまだ使いますよね。とりあえずこれを取ります。よいしょよいしょ。じゃあこれは、フェローのアソルトパネル。このゼッパーは、こっちの、マウント、いつものモリーのマウントにこっちに入れてゼッパーに履きます。だいたい全部は右のだけはこの正しいのですけど、これはいつもの、元左に使ってるのを右のやつですから、反対に使ってます。あまり問題ないですね。それでよかった。そのままで、プレートキャリアからこっちにつけて、これパチン、パチンつけて、それにもこっちに使って、すごく早いに使います。取れる、外るとか使えるの時にすごく使いやすいですので。一番ジョットのやつは、これの、エラスティックショックコードとこのバックルのやつです。それで友達たちとドアにいて、ああこっちにテロリスト悪いよ、やっつけろと、それでこっちで開けると超静か。それで準備できるのに、そのままでブリーチパパパパン、使いやすいです。これも後ろの方でマジックテープ、それちょっと長いのものとかいろいろのアジャストに簡単にできます。このショックコードはもし破壊したんだったら、簡単に直しますよね。このバックルもできると思います。それは3つぐらい超使いやすい。マガジンとか大きいものが入られないんですけど、正しいに使ったらそれは問題ないです。この上の方でちょっと短いのマジックテープ、それはすごく簡単に入れる、取れるものとかでもそのままで間違えて開けられないですよね。中にはこのうちにもマジックテープと、それで、水筒とかいろいろ入れる、安いですね。ボルトカッターとかこのシートの方はそのままで開けられないから、入られないものはあったらあまり使えないですよね。それだけは残念。こっちの方は、いつものジッパーちょっと、ダングラのパウチみたいですけど、そのままで開けると物に入れて、そのクランシェルタイプじゃなくて、取れるはもうちょっと難しいけど、全部開けたら物が間違い落とさないのためですね。と同じのサイズ、クレーンとかいろいろ入れますよね。とこのクリップには最初に後ろプレートキャリアに入れて、中に入ってパチンすると上の方が動かないになる。使えないとこのよくあるの問題があるですよね。それはちょっと気をつけてください。古いのデザインけどすごいなとかいい匂いと便利のやつですよね。このアソルトパネルとこれ使ったら、簡単に新しいプレートキャリアに使える。そのクライのレプリカはジッパーがよく足りないが聞いたことある。もしかして使えると使えないがよくわからないんですけど、ちょっと全部のギアはちょっと本物ですから分かりにくいですね。じゃあレビューは大体そのままですごく便利なやつ。いつもチームが必要。
チームがないと一人だけとあまり必要ないとそのままでプレイティケルが外して必要ないんですけど、チームと一緒になればすごく便利なやつ。それと水筒だけでも小さな 1.5 リットルぐらいに持ったらまだ便利です。じゃあリリーはだいたいそのままでみんな久しぶりとまたすぐにサバゲーしませんか。まあみんなちょっとガスマスクとかレスピレーターが使えないとできないけどな。でも綺麗な空気が素晴らしいです。じゃあちょっと春ペコですからご飯食べに行きます。ちょっと昼ご飯です時間ですよね。じゃあお疲れ様です。ちょっと春ペコからすぐにうるさいになるビデオができないになるんで、さあお疲れ様です。すぐにゲームしませんか。とはそれと大体のアドバイスは、いつも運動してください。お疲れー。